愛車のベゼル手放すこととなりました。しかし今回とうとうホンダを離れることになりまして。どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。いや動画ね撮るの久しぶりなんですけれども、今回は旅行でもキャンプでもまたね料理でもなく、この車の話をさせていただこうと思います。急に車の話って何やろうってなってると思いますんで、まず結論から簡単にお話しさせていただきます。この約5年間乗った愛車のベゼル手放すこととなりました。手放すと言ってもね、これっきり車がなくなってしまうというわけではないんですけれども、今のね我が家のライフスタイルに合った新しい車を購入することになりました。皆さんが気になるベゼルの売却金額や次の車に関しての情報はこの動画の最後にお話しさせていただきたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いいただければと思います。このベゼルね、もはやこのチャンネルのメンバーといっても過言ではないぐらい、いろんな場所に行ったりいろんなものを撮ったりね大活躍してくれました。まあ、代表的なものとしましては、車系 YouTuber たけさんと一緒にコラボさせていただいた動画や、車中泊したりキャンプ行ったり旅行行ったりね、いろんなことやったんですけれども、その中でもね北軽井沢の下道の旅、これは皆さんもまだ記憶に新しいと思います。その他も簡単なカスタムや、特にね最近ではタイヤチェーンの動画、あれがねめちゃくちゃ再生されてまして、本当にねこのベゼルよく頑張ってくれました。こうやってね思い出を語っててもしゃあないので、5年間乗ったベゼルの良かったところ、いまいちやったところを、私ゴーさんの主観でお話しさせていただこうと思います。まずこのベゼルなんですが、コンパクト SUV という分類になります。初年度登録は平成29年の8月、グレードはハイブリッド Z センシングになります。買った後にねすぐにマイナーチェンジしたと思います。その後も何回かマイナーチェンジ繰り返してると思うんですけれども、その後のことごめんなさい、あんま詳しくないんで、詳細ね知りたい方はホンダのホームページであったりカタログであったりを参照していただければと思います。それではね良かったところ5選行ってみたいと思います。街乗りでもアウトドアでも使えるような見た目で、その両方取り回しのしやすいボディ形状やね走行性能やったと思います。これはね高速道路走ってる時でも、キャンプ行く時に続いてる悪路みたいなとこあるじゃないですか、ちょっとガタガタ道とかでも全然ね乗り心地が悪いということは感じたことはなかったです。車にとってはねこれ一番大事なポイントやと思います。これはねカラーの話になるんですが、白やと車体が大きく見える。ベゼルはねボディサイズのおかげで3ナンバー登録になってます。ちょっとね横幅が広めのボディになってるんですけれども、それを白にすることによってより一層大きく見えて、まあまあかっこいいです。快適な車内空間、横幅が広くて意外と高さもあるんで、サイズオーバー気味のね私でも、窮屈に感じたことはなかったです。普通サイズの人ならね車中泊も可能やと思います。ちなみに私もやってみました。本気出したら結構速い車です。さすがにホンダというところやと思うんですが、スポーツモードにした時の本気のダッシュ力、あれはねほんまになんか、あ車乗ってるなって感じがして結構気持ちいいです。ただあんまスポーツモード使ったことないですけどね。やっぱりホンダセンシング最高やなと思いました。これはねベゼルだけの特徴ではなくて、今の車やったら結構ついてると思うんですけれども、自動運転に近いような追従であったりとかね、ブレーキであったりとか、これがあることで長距離のドライブでも快適に走行することが可能です。ただ次の車はついてないですけどね。はい、以上良かったところ5選でした。語ればねもっといっぱい出てくるんですけれども、この装備とかね新しいものもいっぱい出てますんで、見た目とか走行性能から選んでみました。それでは次いまいちだったところ行ってみましょう。正直ねあんまりないんですけれども、頑張ってね探し出して5つなんとか絞り出してみたいと思います。リアハッチが自動ではない、この台のベゼルにはそのリアハッチ、自動でこう下、例えば下にパッて足入れた時にウィーンって開くような装置はついてないです。次のね新型ベゼルにはそれがついてるみたいなんですけども、実際ね目で確かめたわけではないので、気になる方はね店頭で確認してみてください。収納が少ない、これはねベゼル出た時から結構言われてたことなんですが、実際に収納少ないです。運転席周りとかにちっちゃいものね、ほんまに携帯とか財布ぐらいやったら入れれるところあるんちゃあるんですけれども、例えばサングラス入れるところとかね、の大きめの財布とかやとどこ直そうかなってなるぐらい収納は少ないです。実際ね探せばいろんなところをなんとかこう工夫すれば入るんですけど、まあ一般的に見て少ない方やと思います。
さっき言ってたボディがこう膨らんで大きくなってるっていうことで、この5年間乗ってたんですが、何回やってもね、まっすぐ駐車できない時が多かったですなんでそれ自分が下手くそなだけちゃうかって言われたらそれまでなんですけど、前の車はね、こうつるんとしてる、まあ、ステップワゴンやったんで、まっすぐ止めれてたところも、このボディの膨らみをミラーで見ながら下がってたらちょっと斜めになっちゃうっていう、まあまあまあ、私が悪いです。すみません。ナビが角度的に見にくい時間帯があると。これはね、ナビのね、角度が絶妙に西日に弱い角度になってるんですよ。不思議と。そのせいでたまにのこう反射して見にくいなという時があるんですけど、まあそれもそんな気にならないですけどね。正直これ以上イマイチなところを探すのがもうめんどくさい。まあそれぐらい気に入ってるということです。まあだからイマイチなポイントを探すのがもうしんどいぐらい結構気に入ってたということです。はい、以上ベゼルの良かったところ、イマイチやったところ5選でした。最後ねイマイチやったところちょっとインチキ臭かったですけど、以上です。それでは皆様、いよいよ気になるベゼルの売却価格と次の車の発表です。このベゼルハイブリッドなんですが、売却価格はこちらの値段で決定しました。下取りとかね、他の店の売却とかもいろいろ当たってみて、いい値段で買い取ってくれるところ探してみて、これが一番高かったということでこの値段で決めました。このベゼル今年の8月まで車検残ってるんですけど、売却時期が3月の中頃から待つというふうになってまして、今年の1月の段階で、下取りの見積もりとかいろいろ出してたんですけれども、その時は、ね、もうちょっと高かったんですけれどもね、だんだんこう月日が経つにつれ下がってくるみたいで、この価格となりました。どうですか皆さん、思ってたより高かったでしょうか、安かったでしょうか。またね、そこら辺のご意見よろしければコメント欄にいただければと思います。それではいよいよ2代目535の発表です。フリード、ステップワゴン、ベゼルと代々ホンダを乗り継いできました。しかし今回とうとうホンダを離れることになりまして、次の2代目535は日産キャラバンに決定しました。新しい相棒はね、日産のキャラバンとなります。注文はしてまして、あとはね、納車を待つばかりとなっております。2代目535キャラバンについてはまた別の動画でね、お話しさせていただきたいと思いますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画はさよならベゼルおいでやすキャラバンという動画でした。この動画を見てね、前の方のベゼルもまあまあええやんけと思われた方いらっしゃいましたら、グッドボタン、次のキャラバンめっちゃ気になるなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。今回はね、ただただこんな喋ってるだけの動画になってしまいましたが、最後までお付き合いいただいた皆様方ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーさんゴーでした。